こんにちは。トラック中古リサイクル部品販売山形オートリサイクルセンター社長の伊藤です。今回点検済み中古リサイクル部品として日野デュトロ2008年式 BDG-XZU378M のマニュアルミッションを検品商品化いたしました。エンジン型式は N04C ターボの150馬力、ミッションは5速で、ミッション型式は MIY5A の 4WD、走行距離は20万3000キロです。4WD センサーのハーネスカットがあります。インプットシャフトの段付きはありません。構内走行テスト済みです。なお、品切れの際はご容赦ください。また、この他のトラック中古リサイクル部品についても、鋭意生産、検品、商品化中ですので、お問い合わせのほどお待ちいたしております。当社、自社在庫はもちろん、全国でも唯一の信頼のおよびネットワークで、数多くのトラック中古リサイクルパーツを取り扱っております。また、長年の経験から、品質確かなトラック中古リサイクルパーツ、トラック、ビルド部品を見抜く目利きの引いた女性スタッフがお急ぎでお探しの保証付きのトラック中古リサイクルパーツを迅速確実にお探しいたします。燃料代が高騰する今、トラック修理の際には経済的で安心なリサイクルパーツのご利用はいかがでしょうか。スタッフ一同お待ちいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。